自社本所領とは、武家領に対して、区家領、自社領にあたる、荘園、所領のことである。武士が政治的権力を持つ12世紀以前には、こうした区別は存在せず、荘務権を持つ本所に属する荘園、所領を該当する領主の、本所領と称した。ところが、12世紀末に、鎌倉将軍の荘園、所領に相当する関東御領をはじめとする武家領と、 既存の区下領、自社用、さらに公領である国家領の三者間の区別を必要とし、これを本所領と呼んだ。鎌倉幕府は現行に伴う対外的危機を通じて、一円支配が確立した本所領の住人を動員することには成功したが、それでも県団権などを本所領に対しては及ぼすことができず、かえって自社工業法などで御家人の権利よりも、 自社料の権限を保護する政策をとって、神仏の加護よる対外危機の克服を期待するありさまであった。なお、本所料という語には本来は自社料も含まれているが、鎌倉末期から南北朝時代にかけて自社料を他の本所料と区別するために自社料と本所料を併記する用法が出現するようになった。室町幕府は、 自社料を及び区下料を自社本所料と呼び、特に地頭やその他預かり書が置かれていない本書の一円支配料を本所一円支配地と呼んだの幕府法令とされている。また国家料を自社本所料に加えた用法もある。自社本所料は金利五料及び電化あたし料とともに保護の対象とされていたが、南北朝時代の内乱の中で兵糧の確保のために兵糧料書が 設置や、反税令の対象として、武家の横領が相次いだ。そのため、室町幕府は、王安の反税令を定めて、自社本所領の下地中分を強行する代わりに、一切の横領を認めない姿勢を取ったり、実行支配がされていない所領の返還を認める、不治業地幹部政策を取ったりしたが、戦国時代になるとそれも有名無実化して、 ただ虫配下にあった一部例外を除いたほとんどの寺社、本所領は、戦国、大名や国人に奪われていくことになる。ありがとうございます。